今週のプレイヤーをご紹介します。ラケット競技はできないと思っていたそうですが、今ではテニスに夢中な野口さんです。よろしくお願いします。お願いします。野口さん、お子様が小さな時からテニスをされていらっしゃったんですか？はい、こう皆さん周りがすごく理解があったので、子供連れてきていいよって言われたので、はい、ゼロ歳児を、ゼロ歳児を、はい、コート最後に連れてって、はい、先輩ママたちに見てもらいながら、はい、リフレッシュしてました。カジノエロゼになりそうなところをテニスに救ってもらったような感覚がすごく私にはあります。はい、それではコーチ、今週はどんなレッスンですか？はい、ロブの練習をしたいということなんで、野口さん左利きなんでね、いいフォアハンドのトップスピンロブを打てたらすごい武器になると思うんで、頑張ってやっていきましょう。伊達を落とさないと、バックパットを高く構えて、範囲を描きながらボールの下へ。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。トップスピンロブ打つのに3つちょっと注意してほしいことがあるんですけど、はい、まずね、さっきゲームでミスってもらった時に野口さん一つできてないことね、はい、テイクバックがどうしても下に引いてしまうから、こっから持ち上げてるだけになるんですよ、うん、ちょっとこれをラケット立てていただいて、後ろで半円を描くようにして、下から上にボールの下にラケットを入れてもらう、はい、っていうのと、次打点がワンバウンドして落ちてきたところを無理やり上げようとするから、あんまり対空時間が長いロブが打てないんで、しっかり胸ぐらいの高さでロブを打ってあげる。3つ目、あと体重移動がしっかり後ろから前に、もうロブ打ちますよ、こういう風になってしまったらバレてしまうんで、しっかり体重移動をかけながらしっかり回転かけてあげる。もっと回転かけて、まずは佐藤コーチのお手本。こういう感じでテイクバック見といてくださいよ。しっかりラケット立ってますよね、後ろで。で、体重移動もしっかり、で、高さも胸ぐらいの高さで、ね、さあ、野口さん、レッスンスタート。ストレートも打ってみましょう。いいスイス、OK、ナイス。お、いいね、クロス、そう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 。全然次は約2メートルのネットを立てて、で、こういう感じ、OK です。ありがとうございます。野口さん、今ちょっと気になったのが顔と一緒に上がっちゃうんですよ、はい、顔はしっかり打点見てください、打点に残してください。 OK、 ストレートいきましょう。そう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 、うまいうまい、もっと振り切って大丈夫、ぴったりじゃないですか。ぴったりやった、ナイスナイス、 OK、 OK、 いいです、いいです、素晴らしい、 OK です。多分ね、今相当ね、普段打ってよりも早く高く上げようとしてるじゃないですか、うん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 、そういうイメージなんですよね、ロブの。最後はロブでラリー、相手前衛の頭を越す。お、いいロブだ、いいロブだ、そう、いいね、お、そう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 、ナイスロブ、オッケー。あー、これ私が入ってるよ、ナイスボール、すごくいいです。もともと普通に打つのも落としすぎって言われてたので、はい、うん、ロブの時はもうさらに上げなきゃいけないんだなって思いました。